皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。今朝行われたリバプール対サンジロワーズは、遠藤対町田の日本人対決が実現しましたね。他国のリーグで活躍している日本人選手が、ヨーロッパの舞台で直接対決するのは、見ている側にとっても新鮮だね。町田にとっては、アンフィールドで試合ができたのは良い経験になったかもしれませんね。試合は、2対0でリバプールが勝利を収めたけど、サンジロワーズも決定機を作っていて緊迫した試合になったね。この日、スタメン出場した町田は、自分自身はもっとやれたと思うし、チームとしてはもっと勇気を持ってボールを動かしたかった。と、悔しさをにじませていた。私的には、結構勇敢に戦っていたと思いますけどね。ベルギーリーグ首位の実力を遺憾なく発揮していた印象だったね。遠藤航も久しぶりに先発出場。前半で途中交代をするも、全体的に良いパフォーマンスだったんじゃないかな。いや、私はもっと遠藤のプレーを見たかったですよ。そう思った人は霊夢だけじゃなかったはず。この日は遠藤のみならず、前線のヌニェスとサラーも前半で途中交代した。前半で途中交代したことについてクロップ監督が言及していて、もし我々が、それができる状況で、他の誰も問題を抱えていなければ、その3人を交代させるつもりだった。と、もともとのプラン通りであったと明かしているよ。そうだったんですか。それでは仕方がないですね。もしかしたら、週末のブライトン戦を見据えて交代をさせたかもしれないですね。確かにそのような見方をするメディアもあって、リバプール専門メディアアンフィールドウォッチは、狭いスペースで好パフォーマンスを見せた。しかし、ハーフタイムにカーティス・ジョーンズと交代。おそらくリーグ戦で出場停止処分を受けているイングランド人に出場機会を与えたのだろう。と、出場停止のカーティス・ジョーンズに出場機会を与える意図があったという見方もあるよ。ここで出場させておかないと、試合感が鈍ると判断したんですね。だとしても、良いプレーを見せていたのでもう少し見たかったですけどね。確かに、危ないエリアにちゃんと顔を出していたし、パスも真ん中からうまく散らせていた。前半14分には、相手がクリアしたボールを遠藤がワンタッチで前線にパスをつなげているし、42分にはポケットに侵入されたドリブルを、後ろ足を残してゴールラインにうまく逃れている。この与えたコーナーキックが、結果的にリバプールの先制点のカウンターのきっかけになっていますもんね。6番ポジションは目に見える成果がわかりづらいポジション。なので、この試合で遠藤がハイライトになるようなプレイは少なかったけど、守備の選手としては堅実にプレイができた証。守備の選手が目立つイコールピンチを多く作ったということでもありますもんね。その通り。そして、地元メディアも遠藤には高評価を与えている。まず、リバープールエコーは採点で7点をつけて、キレのあるチャレンジと至近距離での巧みなパスで、序盤から存在感を示した。と評し、This is Anfield は9大点の6点をつけ、パスはそれほど進歩的ではなかったが、ライン間のいいエリアでボールを拾い、確実にボールを保持した。派手さはなく、悪いところもなくて、特に目立ったプレイはなかった。しかし、要求されるテンポに少し慣れてきたようだ。と、堅実さを発揮しつつ、リバプールのテンポ感に慣れてきた印象を与えていたようだね。リバプールは奪ってからの攻撃、奪われてからの守備の切り替えが早く、独特のテンポですもんね。特に、遠藤は退場者が出てから出場したりと、かなり得意な場面での出番が多かったので、引いて守る6番としての側面が多かった。この慣れについて、リバプール地元紙リバープールエコーのポール・ゴスト記者もこう語っている。リバプールの中盤で守備の負担を背負った選手がレギュラーに定着するまでには、多少なりとも時間がかかった事実がある。高速のテンポでアグレッシブにプレーしながら、守備に特化するのは困難だ。それに移籍にはピッチ外の環境変化もある。渡るには家族もいるし、いろいろなことになれなければならないはずだ。ただ、カラバオ杯のレスター戦のプレーを見る限り、遠藤はかなりの速度でリバプールのスタイルに慣れていっているように思える。とにかく、まだイングランドに来て5週間。これからもっともっと良くなると期待している。と、ヘンダーソン、ファビーニョを例に出しながらも、かなり速いスピードでスタイルに慣れてきていると分析しているみたいだ。地元記者が言うんだから、間違いはなさそうですね。サンジロワーズ戦も、目立ったプレーはなかったものの、パスやボール保持でも特徴は出せていました。そのあたりは、遠藤自身も感じているようで。自分の良さを出せるようになり、周りも自分がどんな選手か理解してくれつつある。と、手応えを感じている様子。周りの選手の理解度も、遠藤のパフォーマンスに影響しますからね。では、サンジロワーズ戦のリバプール全体の印象はどうでしたか？中盤の陣容が昨季から大きく変わり、リーグ戦ではかなり苦しんでいる印象だけど、
この試合では、リバプールらしいアグレッシブさが戻ってきているように感じたよ。ボールを奪ってからの鋭いカウンター、ボールを奪われてからのカウンタープレスがとても素早く行えていたね。43分の先制点の場面は、まさにリバプールらしいカウンターでしたもんね。コーナーキックのクリアを、アレクサンダー・アーノルドが敵陣まで持ち運んでのカウンターだったね。アーノルドが持ち上がった時、ヌネスやサラー、ジョタが並走し、厚みのあるカウンターを打てていた。さらに後半も、85分にカーティス・ジョーンズが中央でボールを奪うと、これまた鋭いカウンターが炸裂。ヌネスがいると、前線に躍動感が出ますよね。裏への動き出しが早いのと、サイドからのクロスに良い準備ができているので、ポジション取りが良いよね。そして、91分はコナテのクリアボールをジョタが粘り強く残してカウンター一戦。ダメ押しの2点目で勝負ありだったね。相手ゴールキーパーの好セーブもあったが、シュート18本の枠内6本と、スタッツでも圧倒できた。この結果に、クロップ監督は、序盤の我々は本当に強かったと思う。相手の2、3度のチャンス以外は本当によく守っていた。全体的にはもっと上手くやるべきだったかもしれないが、前後半ともに終盤にゴールを奪うことができた。彼らは国内リーグで首位に立っている。ベルギーは本当に良いサッカー文化を持つ国だ。もう少しドアを開けていれば、もっと楽に勝てたかもしれないが、いずれにしても我々は勝った。と、満足げに語っていた。前節のトッテナム戦もそうですが、やっぱり攻守の切り替えが激しいのがリバプールらしいサッカーですよね。そういう展開は、見応えがあって面白いしね。この勝利で、リーグ戦に弾みがつきそうですね。ただ、不安要素もしっかり出てしまっていて、試合終了間際に、最終ラインの連携ミスであわや失点のピンチを迎えてしまった。クアンサー、ジョーンズ、マクアリスタでビルドアップを行っていたが、マクアリスタのバックパスが中途半端でコナテの前にいた相手にボールを奪われ、決定機を作らせてしまった。アリソンがさすがのビッグセーブでしたが、2点差か1点差かでは、セカンドレグにも影響しますからね。今季も、最終ラインでミスがあってもアリソンのセーブで事なきを得る場面が多く見られる。中盤の陣容が変化しているので、最終ラインとの連携で今季は余計ズレが生じている印象だね。次節のブライトンは、そのあたりは抜け目なくついてきそうですね。ウェルベック、ファーガソンあたりはプレッシングも巧みだからね。三笘の左サイドに気を取られていると、大量失点になりかねない。アストンビラに大敗している分、ブライトンはリバウンドメンタリティを見せるはずだからね。これは注目の試合になりそうですね。遠藤の出場機会があれば、三笘との日本人対決がまた実現しますね。遠藤が試合に出続けるためには、現状で何が必要なんでしょうか？移籍した直後にも言っているが、今のリバプールにはいない典型的な6番タイプなので、チームには貴重な存在。そこに、リバプールのスタイルであるスピード感になれること、パスで攻撃のサポートができることが今後重要になる。そういう意味では、カラバオカップでのレスター戦は、クロップ監督の評価を大きく変える機会になったというわけですね。その通り、先ほど登場したリバープールエコーのポール・ゴスト記者も同様の意見で、レスター戦でユルゲン・クロップ監督の評価も大きく変わったと思う。クロップがなぜ遠藤をリバプールに連れてきたかといえば、守備のマインドがある典型的なナンバー6の選手であるからだ。レスター戦では、中盤で相手選手の壁となり、ボールを奪う高い技術を見せつけ、守備的ミッドフィルダーとして使える印象を与えた。近年のナンバー6の傾向からすると、決して大きい選手ではないが、タックルが強くてうまい。そして注目すべきはソボスライのゴールをアシストしたパス。相手のラインを切り裂くようなパスセンスもあることを証明した。リバプールファンの視点からも、守備的ミッドフィルダー側のパスを出せるというのは非常に喜ばしい。あの活躍で一気に株を上げたことだろう。と、守備の能力だけでなく、アシストのパス能力を発揮できたのが非常に大きいと分析している。遠藤は、代表戦でも大きなサイドチェンジを何度も行ってますし、攻撃の起点のパスを出せる能力はありますもんね。遠藤も、本来の自分を見せることができて嬉しいとコメントしたように、パスも自分の特徴であることは理解している。リバプールのサッカーに慣れ、守備とパスでチームに適応することができれば、レギュラー獲得が大きく近づく。ポール・ゴスト記者は、遠藤に関するコメントをこのように締めくくっている。リバプールでフル出場するには95から100分にわたって動き回れるフィットネスが必要だが、渡るにはその体力が備わっている。あのタフさを見せることができたのも、パフォーマンスのキーポイントだった。あの体力に加えて、中盤の守りと攻撃の起点となるパスセンスは今のリバプールに本当に欠けているもの。レスター戦がいい天気となり、今後はタルが活躍を続けることを期待したい。と、リバプールにとって重要戦力になる可能性を示唆しているね。
ドイツのデュエル王は、イングランドでも躍動できそうですね。怪我人や退場者、VAR 誤審など、チームはまだ不安定な状態ですが、遠藤には負けじと頑張ってほしいです。日本の主将だからね。過酷な環境でも大丈夫さ。まずは、週末のブライトン戦に出場してくれることを願おうじゃないか。ビッグシックスが崩れかかっている今、注目のビッグマッチですからね。マリサはどっちの勝利を予想しますか？今のチーム状況、ブライトンホームを考えると、ブライトンが勝利するかな。皆さんはどちらの勝利を予想しますか？霊夢は予想しないんだ。来週もまた見てくださいね、じゃんけん、パー。チョキで勝ったあなたは超ハッピー。勝手にミニコーナー作るんじゃない。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。